キーは、韓国出身の歌手、俳優、タレント、アイドルグループシャイニーのメンバーである。2008年5月25日に韓国でデビューし、2011年6月22日に日本デビュー。身長179センチメートル、B 型。歌、ラップ、ダンス、演技、MC などマルチに才能を発揮し、ニックネームは、オールマイティカギ。 母語の韓国語の他に日本語、英語、中国語を話す。特に、日本語と英語は流暢で、その理由について、日本語は韓国語と語順が同じで少しだけ、勉強すれば、自然にうまくなった。実は、英語が好きでたくさん勉強したが、今は日本語の方が自然にできると語っている。ファッションが好きで、リメイクが得意。シャイニーのコンサートでの衣装のデザインも手がける。 料理上手としても有名で、SNS やテレビ番組でもたびたびその腕前を披露し、シャイニーのメンバーや共演者に振る舞っている。芸能界でも、交友うう関係が広く、人からよく悩みを打ち明けられることが多い。話すことが好きだが、テグ出身であるため昔は、方言が強く事務所から話すなと言われていた。練習生時代、方言で喋ると、メンバーの民法から怒っていると誤解され、 それが原因で喧嘩をしたこともあった。ザウの命は幸せになろう。今必要なことはその場で解決しよう。コムデとギャルソンという2匹のトイプードルを飼っている。1991年、テグ直轄市に生まれる。両親は父が証券会社勤務で母が看護師と共働きだったため、幼少期は祖母が面倒を見ていた。 中学時代まで水上スキーの選手として活躍し、テグ代表選手として全国大会に出場し、入賞歴がある。15歳の時に受けた SM エンターテインメントの全国ツアーオーディションでダンスの実力を買われ、8000人の中からたった一人合格する。テグ A 進行等学校卒業後、明治大学校映画ミュージカル学部ミュージカル公演専攻。 また、石田大学校大学校文化、教育コンテンツ開発学科に進学。2014年ミュージカル、三重4 2 0 0 5年から練習生として、毎週末、200km 以上離れたテグとソウルを行き来する生活を送り、2008年5月に、シャイニーのメンバーとしてデビュー。グループ活動については、シャイニー来歴へ。2011年より、様々なバラエティ、ドラマに出演。 2012年、キャッチ MEEFUE キャンにフランク・アベギー・ネイル・ジュニア役でミュージカルに初挑戦し、ボニークライドのクライド・チェスナット・バールを役、三重氏のダルタ・ニャン役にした後、2014年、ゾロのゾロ役で初めて主演を演じた。2014年3月10日、キーと同じ91年生まれで進行のあったインフィニットのウヒョンとラジオ番組をきっかけに、 ハートトというユニットを結成ファーストミニアルバムをリリースし、ショーケースを行った。インフィニットの事務所が、シャイニーの SM エンターテインメントに吸収合併され、身を結んだ初のコラボレーションであった。タイトル曲は、Delicious.You are my lady, テルメホワイは、自らラップメイキングを手掛けている。4月から7月にかけて、バラエティ、私たち結婚しましたの世界版に、 日本人モデルのヤギアリサと共に出演し、仮想夫婦生活を送った。2015年以降もミュージカルに出演し続け、スクール OZ のデビッド役、ジェスのアナトリー・サージフスキー役、インザハイツの韓国公演にユスナビ役で出演。インザハイツは、後に日本公演も行われ、ユスナビ役で出演した。2016年、インザハイツの演出家、イジナによる、 演劇、地球を守れに、主人公、ビョング役で出演し、活動の幅を広げた。2016年1月、ファッションアイコンとしてのマルチな活躍が変われ、ジル・スチュアート・アクセサリーのイメージキャラクターに起用される。番組 MC としても活躍し、2015年3月、M カウントダウンに、CN ブルーのイジョンシンと共に抜擢され、2017年4月まで、約2年間、 番組の進行を担当。2018年3月、シンガーソングライターたちがサバイバルを繰り広げる、新音楽番組、ブレイカーズでは単独 MC を務めた。9月にはキーがホストとなり、ゲストに料理を振る舞うトーク番組、生誕キーチンもスタートした。2018年7月、イギリスのエレクトロニックポップバンドイヤーズイヤーズの楽曲、 If You Are Over 目にフィーチャリング参加し、キーが韓国語歌詞も担当。11月6日、デジタルソロシングル、Forever You a r s をリリースし、デビュー10年目にして、ソロ歌詞として、デビューを果たす。11月26日には、ソロアルバム、Face をリリースし iTunes 総合アルバムチャートにて、日本を含め、全世界12地域で1位を獲得。 12月26日には日本でもミニアルバム、ホログラムでソロデビューし、オリコンデイリーチャートで初登場1位を記録した。このアルバムには、ラルク・アンシエルの哲也が作詞作曲で参加している。アルバム発売に先駆け12月22日に、神戸ワールド記念ホール、25日に横浜アリーナにて、初のソロライブ、キーランドを開催し、 ライブの合間にファッションショーも繰り広げた。2019年2月、韓国で初のソロコンサート、ザ・アジとキーランド・キーがソウルの SM タウン・コイックス・ワーティアムにて開催され、全8日間11公演にわたって行われた。2019年1月、映画、スピード・スクワットひき逃げ専門捜査班で映画初、出演。3月4日、ファンに向けて、 ファーストアルバムのリパッケージ版フルアルバム、アイワナ n ー be をリリースし、同日入隊した。2020年10月に除隊し、兵役のため2019年に降板した音楽バラエティー、驚きの土曜日ドレミマーケットにレギューラー復帰した。2019年3月4日、陸軍に現役入隊し、基礎軍事訓練を受けた後、軍楽隊に配属。 軍楽隊では2ヶ月先輩にあたるビトゥービーのチャンソップと行動を共にすることが多く、2019年10月、国軍交響楽団演奏会を盛り上げる2人の姿が YouTube に公開され、話題となった。2020年9月に最後の休暇を迎え、新型コロナウイルス感染拡大を考慮し舞台には戻らずに10月7日に上退。 10月9日の除退報告のライブ配信ではチャンソブがゲスト出演し軍での思い出を振り返った。2009年から国内外の子供たちに継続的な寄付活動を続け、ファンもその意志を組み2015年にカンボジアに井戸の建設の支援をした。2013年2月、様々な国のファンがミュージカルキャッチメイフユキャンに出演するキーにベーカリン2.12トンを送り、 キーは、一人暮らしのお年寄りや、月食児童のために、全国11カ所の施設に寄付した。2015年、デザイナーのコテオンとコラボし T シャツを販売し、収益金を動物自由連帯に、全額寄付。2016年、ユニセフとルイ・ヴィトンと J、カンテインド・トゥリー・マガジンによる、社会貢献キャンペーン、メイク、エイプロミス・にてミン、スーパージュニアのイエソン、 エクソのスホと共に参加し、コスモポリタン2月号の表紙を飾った。入隊直前の2019年2月には、家庭の事情で治療が困難な子供や、物資支援のために、ウルシや京北大学病院に1000万ウォンを寄付した。レギュラー番組のみ、ありがとうございます。